今ない〇〇を妄想する M8 ショータイム。ショータイム。伊藤平の友人屋でございます。T 隊長です。隊長でございます。はい、ストレートエニアグラム番外編というか、番外編、まあ、最近ありがたいことにコメントが、ね、コメントをいろいろいただきまして、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。よくあるのが、その自己診断で、まあ、いろんなタイプが出ました。私もそれ得意です。僕もこう結構いろいろ最初は得意で、で要は質問であったのは、まずそのタイプ変わることはあるんですか、っていうのはどうなんですかね。この、まあ、ここ図書いたんですけど、はい、まあ、コメント欄でも お答えしたんですけど、はい、タイプが変わることはないっていうふうに、はい、まあ、基本的にはそういう捉え方をしているところが多い。いろいろまあ流派があるんですね。流派があって、はい、でまあ、変わるっていうところもあるけど、はい、コロコロ変わることはない。ないですね、うん、はい。だから本当に人生を揺るがすような大事件に出くわしたときに変化したりすることはある。って言ってる人もいる。言ってる人もいる。私何個か本読んでるんですけど、うん、変わるって書いてあった本は一個もないです。そう、まあ、はい、ほとんど変わらないので、はい、まあ、そういうところも含めると、まあ、基本的には変わらない。変わらないって考えればいいですね。うん、で、まあ、僕もその学者ではないので、はい、そこまで詳しい研究はしてない。はい、なので、まあ、スタンスとしては基本的にはエニアグラムのタイプは変わりません。変わらない、はい、なので9って決まったら9、まあ、9って決まってるかどうかっていう話です。まあ、探っていきましょうってことですもんね。で、はい、そのタイプが変わる理由として、まあ、いくつかあると思うんですよね、はい、でこの、まあ、タイプが変わると感じているというですね、はい、で一つ目っていうのがその、はい、エニアグラムのタイプと性格の違いみたいな、はいはい、でエニアグラムでいう性格っていうのは何かっていうと、はい、あ、エニアグラムで行くとこの気質っていうのがあるんですね。一番よく言いますよね、気質。気質、はい、気質の輝きとか言うじゃないですか。言いますね。で、はい、そういう気質っていうのがあって、はい、その外側に競技の性格、競技の性格っていうのこの、まあ、狭い範囲の、はい、まあ、あのよく言う三つ子の魂みたい な、 なるほど。生まれてからこう3歳ぐらいまでとか、まあ、本当に幼少期の受けた、確かに性格って違いますもんね。同じ子供でも、同じ子供でも、だからこの期間に受けた親からどういうふうに接してもらったかとかっていうのに、はい、こう寄ってこう性格変わってくるじゃないですか、はいはい、そういった部分がこの教義の性格。なるほど。でこの講義の性格っていうのが、はい、この学校だったりとか社会、あ、社会、まあ、人と接することで、まあ、あと家族だったり友達関係だったりとか、まあ、関係の中でできていく、できていく性格みたいな、はい、でここはまあ教育が多いですよね、はい、世の中こういう風じゃなきゃいけないとか、はい、例えばこう宿題をやったら褒められたから宿題をやることがいいことだっていう価値観が植え付けられてるじゃないですか、はい、こう友達と仲良くすることがいいことなんだとか、はい、人殺しはダメなことなんだ、いじめはダメなことなんだみたいなのは多分ここで作られてくる、はい、こう教育みたいな、はい、まあ、そこら辺の性格で、一番外側にその役割的性格、社長、父親、平社員、はい、なのでお父さんをしてる姿と会社でサラリーマンをしてる姿は、はい、あ、もう見たくない、見ないでお父さん見ないで、違うじゃないですか、はい、まあ、そういったところですよね、はい、なるほど。でその辺って結構変わるじゃないですか。家ではこう威厳のあるお父さんをやってるけど、ね、会社ではこうペコペコしてるみたいなこともあるじゃないですか。僕はしてないよってなると、はい、その会社で見る姿ってと、はい、家で見る姿ではタイプが全然違う、はい、違って見えることもあるし、はい、自分でも違うって感じたり、そうですね、っていう部分じゃないですか。でこのエニアグラムでいうタイプっていうのはこの競技の性格までぐらいを含めて、うわ、生まれたもので、先ほど、まあ、うん、いろいろこのエニアグラムの実践編だと、うん、子どもの頃にどう感じたからこうだっていうのがあるんですけども、うん、それがこの競技の性格ですね。でこれぐらいまでを含めて、まあ、ここも流派が気質だけだっていうところもあったりはするので、なるほど、その、まあ、まあどちらにしても変わることがない部分ですよっていう部分がエニアグラムでいうタイプ。なるほど。でこの外側の競技の性格だとか役割的っていう部分は変わることがある、はい。あとエニアグラムでいうと、まあ、そのウイングがあって、ウイングがあって本能のサブタイプがあって、うん、あとはさらにその健全度が1から9まであると、うんうん、でそれぞれ場合によって、うん、その状況によって人の、ね、うん、行動は変わりますもんね。でその行動の取り上げ方で結構
変わったりしますもんね。なのでまずここの話でいくと、はい、まずここがどこなのかを探っていきましょうって話ですか。気質とその競技の性格なので、この役割的なとか外して、この講義の性格も外して、はい、この実際の自分のタイプがどこなのかっていうのをまず探っていきましょう。だからよくあるのは、その子供の頃にどう感じていたかを、うんうん、その直感的に答えましょう。直感的に考えなくていいって言いますもんね。だからよくある自己啓発の本とかって、ポジティブに考えましょうみたいな言いますね。言うじゃないですか。す、ね、でそうするとみんなポジティブに考えた方がいいんだなっていうのはこう入ってたりはするじゃないですか。私もポジティブだと思ってました。楽観的だと思ってましたよ。そうそう、はい、でそのタイプの楽観ポジティブに考えようってするのと、はい、楽観タイプの人がポジティブに考えようとしてるのは、そもそも仕組みが違うみたいなところじゃないですか。はいはい、この人たちは教育でそういうのを身につけて、スキルとしてポジティブに。あとはなんかその憧れ、悩みたくないからっていう、なんかその憧れ的なものもあったりするのかなって、ね。あ、まあそこもあるし、その悩みたくないっていうのは多分本質的にその楽観タイプの人もあると思うんですよね。この防衛本能、本能に近いんで、はいはいはい、無意識に出ちゃう。なんかとっさの時に出たりするんですよね。はい、なんかこうすごい重大な問題が起きた時に、本当はそれもっと真剣に取り組まなきゃいけないんだけど、はい、楽観タイプの人は見たくないものだから大丈夫大丈夫ってこう自分をごまかしてるみたいな、なるほど、ところがある、はい、もうそれはこう無意識的に出てきてしまうものなので、はい、それを意識的にこう意識してる人とはそもそも違うみたいな。そうですね、うん、なのでこう反応とかも、反応タイプの人は無意識的に反応するわけじゃないですか、はい、だけどこう他のタイプの人は反応しようと思うと、反応しようと思ってこういうこと言ってきたらこういうこと反応してやろうみたいなことを考えて反応するみたいな、合理的に考えてここは反応した方がいいなっていうので、そうっていう違いですね、うんうん、なのでこう意識してるか無意識なのかっていうところの違いがあるんで、はい、でだから、まあ、うん、あ、すいません、なるべくその意識のところを外して、とっさの時にどう行動するかみたいなのを見た方がいいですよ、はい、でこの本にも、まあ、タイプについて覚えていてほしいこと、要はそのタイプが何個か出るから分かりにくいっていう理由として、なんか私がこれだなって思ったのが、要はその、まあ、ここに書かれて、エニアグラム基礎編なんですけども、自分の基本タイプの説明に書かれてある全てがいつも当てはまるわけではなくて、そのまあ健全不健全通常っていうのがありますよっていうのと、あとはそのエニアグラムどこでもそうなんですけども、それぞれのタイプを表す名称を使っています、うんうん、例えばその改革する人とか、うん、助ける人とか、うん、その達成する人、うん、熱中する人、忠実な人忠実まあこれで言うと、タイプ、私あの自分のことタイプ6だと思う、自覚しているんですけども、これで言うと慎重に調べる人なんですよ。ちょっと若干ディスってますよ。ディスってないですで、なんでこの本で書いているのは、その数字を使ってくださいと、うん、そう、数字は中立なんだと、うん、なんでタイプを示す、うん、タイプ1です、1も9も、うん、数字ですね、数字ですからね、うん、どっちもいいも悪いもないじゃないですか。そうそう、だからその名称に引っ張られないようにしますよねっていうのは、うんうん、私がすっごい分かるところで、その要はこの自分の理想とかっていうものが反映されてしまうんですよね、はい、そうですね、達成する人かっこいいじゃないですか、かっこいい、その言葉だけで、はい、なので達成する人になりたいんですよ、なりたいですねって思って、はい、基本このエニアグラムのタイプって全ての要素を持ってますよ。あ、そうですね、持ってるので、はい、当てはめようと思ったら当てはまるんですよね。当てはまります、うん、なのでタイプ3になろうと思ったら慣れちゃうんですよ。どのタイプも、どのタイプの人でも、はい、タイプ3じゃなくてもタイプ3、自分の中のタイプ3っぽいところを探せばタイプ3っぽいところが出てくるっていう、はい、し、はい、まあ、確かに私もタイプ5っぽく振る舞おうと思えば、うん、ずっと黙々と本を読んで知識を深めようとすれば、うんうん、多分私は全然できると思います、うんうん、ただそれは自分の気質に合っているかというと、そうそうそう、合ってないことですよね、それは、うん、なのでそのよく例えばタイプ6の二等兵が、はいはい、コミュニティが大切ですよって言うじゃないですか。まあコミュニケーション全然そう人がいた方がとは思いますよ。だけどこの有利タイプの人って、はい、それを手に入れるためにはすごく頑張らなきゃいけないですよね。ストレスを抱えるんですよ。なるほど。コミュニケーションを取ろうっ
ていうのはストレスを抱える。確かに私もタイプ5の説明をよく、うん、タイプ5の紹介をするときに思うのが、うん、なんでこの人がそんなことをしているんだろうっていうのはちょっと思ったりします、うんうんはい、だからその結構無理をするんですね。ポジティブにとか言ってもポジティブポジティブにっていうのが結構ストレスだったりする。あ、そう私は思います。あの、うん、楽観的に考えればいいじゃんって。そうそう、楽観的に楽観的にってあの怒り新宿みたいに、ね、なったりしますね私は。でそれに慣れない自分にストレスを感じたりするわけです。あ、なりますなります。俺ってダメなんじゃないかみたいな、はい、楽観的にって思うポジティブにって思っててもこういうところでマイナスなこと出てしまう、俺ってダメなんじゃないかっていうところでこのストレスを感じたりする、はい、だけどこうタイプによってその性格の人ってそのストレス全くないですからね。なるほど。ポジティブにっていうのは逆にこうストレスを覆いかぶすために使ってたりするんで、はい、まあ、決していいことじゃないよっていうことですよね。いいことじゃない。そう、そうなんで、なんでその、うん、まあ、自分がどのタイプであっても9つ全てのタイプがあって、うん、そのまあ幅広さを知って、まあ、うん、いろんなことに気づきましょうと、うんうん、で気づいたことによって、うん、まあ、他者がどういう行動するかも理解できるようになったり、うん、自分がこんな行動しているのも、うん、あ、このタイプだからだなっていう理解が深まる、うんうん、なんで私がいちいちなんかそのカッて反応するのも、うん、あ、ダメだダメ、タイプ6が出てるよっていうところで手放しましょうですよね。6だと9ですからね、平和的な感じに、はい、ね、まあ大丈夫ぐらいの感じで、いちいち反応せずにいちいち不安になったりせずにっていうところですよね、うん、そうそう、達観してみるみたいな、はい、そう、そういうのを心がけることによって、まあ、一つこう成長していく。やっぱね、どのサイト見てもタイプ6はディスられるんですよ、うん、向いてる職業がサラリーマンって言われるんですよまあでもサラリーマン、うん、公務員って言われるんですね、うん、今から公務員にしてみろって思うんですよ公務員で雇ってみろって思うんですけど、まあ、どこも雇ってくれねえよって。タイプ9カウンセラーとかですからね。あ、でもなんか慣れそうじゃないですか、うん、慣れ、確かにここで発散するとスッとするので、カウンセラーがかっこいいかどうかって話じゃないですか、うん、公務員がかっこいいかどうかみたいな、まあ、させてみろって僕は結構イラッとするんですよっていうまあ向いてるって言えばそういう、うんうん、でまあそういう基本エニアグラムはなんか急に来た電車に飛び乗ってはいけないっていうふうにも言われてますね。お釈迦様のあれですよね。そうですねお釈迦様の、はい、そうなのでこう心の反応、自分のとらわれみたいなところを知って、はい、そこを手放していきましょうっていうのが、なんで基本なんか日本はタイプ6が多いんですかね、これ6の、まあ、6的な教育の国だっていうのがすごい。僕のここが多いかどうかは到底取ってないんで分かんないんですけど、はい、少なくても工事の性格まで入れちゃうと6が多いんだろうなとは思いますね、はい、なのでどうなんですかね、ここまで入れちゃうともう教育じゃないですか。 なので6っぽい教育をしてるんです。協調性を大事にしましょうとか。私はタイプ6だと今すっごい自覚してるんですけど、はい、タイプ6になったことは1回もないです、うんうんうん、それは多分なんかもうあとある程度やっていくと、うん、あ、この問題はタイプ4の問題だなとかって分かってくる。そうそう、今やると分かっちゃう。分かっちゃうので、もうそうすると当てはまりたいところに当てはまれちゃう。どんどん考えて考えて考えてやっちゃうのでますます混乱するんですよね、うん、で、まあ、さっきの理想じゃないけど、はい、理想の逆もあるってわけじゃないですか。あ、そう。で、ここにも確かに、うん、その全てのタイプが独特な有利なポイントと不利なポイント、うんうん、短所長所を持ってますと、うん、でこの短所嫌だなってところに当てはまれたくないんですよ、はい、だから6に当てはまれたくないから6を避けるそうなんですよねっていうところなのかなっていう、はい、っていう態度が多分6っぽかったりするんですよね、うん、まあ、あと、まあ、僕もタイプ9の多分楽観的だから嫌なところは見ないってできるから、はい、まあ、9だって納得できるけど、はいはい、なんかタイプ9ってアホっぽい、あの三国志で言うと龍禅とかそう、何でも受け入れちゃう、ええよっていうなんかアホっぽい感じであんま好きじゃない、はい、けどまあ楽観だからそんなところは見ないことができる。羨ましい。だから多分嫌なところは気になるんですよ。なんかイライラするだろうなと思って、もしくは僕が9だったらおっちゃうやんけこんなディスってますよこれって言いそう言いそう、はい、でそれをまあ僕は楽観なので蓋をすることができるだけの違いかなっていう。確かにもしか6だって言われたら、うん、6なんだ、そうそう6なんだって多分受け入れるだろうなっていうそれ6じゃないよって話ですよねそうそう反応しろよって受け入れる時点で6じゃないよみたいなところかなっていう、はい、そうです。僕はそうなんですよね、はい、何でも反対ですからまずは反対したい、まずは反対そう
なので石橋は叩いて壊すんですから、うん、まあ、あとそのタイプ、まあ、話を戻すと、はい、タイプの間違いやすいっていうか、はい、タイプとしてタイプ6がある、はい、タイプ6、タイプ6はこう、はい、どのタイプにでも慣れてしまう、でよく言わ、よく言われる、言われる、はい、うん、なので状況に応じて自分を使い分けることができてしまうので、空気を読んで、空気を読んで、はい、タイプ1を要求されればタイプ1の行動ができるし、はい、タイプ3を要求されればタイプ3ができるし、なのでその、うん、タイプ6は分かりにくい、分かりにくい、なのでそのもしか融和タイプで、うん、タイそのいろいろ出る1、うん、2、4、あ、1、2、6とかで迷うんだったら、うん、まあ、6かなって思った方がいいかもしれない、うん、よくあの、まあ、ここじゃなくて他のところとかでも、はい、分かりにくいタイプはタイプ6だと思ってくださいみたいな、私もあのエニアグラムのセミナーで、うん、あのタイプジャンパーっていう表現がされたことあります、うんうん、そうそうそう、はい、6、なのでこの逆にこうタイプ9とかタイプ3とかってなっても、はい、タイプ6の可能性は外すなって言われたりすることもあるんで、なるほどそれぐらいタイプ6っていうのは持っときましょうっていう、はい、分かりにくいタイプだったりするんで、はい、まあ、器用なんですよね、何でもなっちゃうっていう、でいいところに目を向ければ、うん、まあ、そうそう、本当は名称に騙されちゃダメなんですけども、そうそうそう、はい、そうなので、まあ、そういったところで、はい、まあ、そなんかよく自分のタイプが変わるって人は6を疑うのもありなんです、ね、あ、まず自分、まあ、6かなっていうのは持っといてってことですね、うんうん、持っといて、はい、でいろんなタイプを探っていこうっていう、はい、そんな感じでですかね、はい、いかがでしたでしょうか、はい、解決 しましたかね、私はもう6を認めているので、はい、まあ、認めると楽になりますよってはちょっと思ってるんですけど、うん、はい、なので、まあ、いろんな理由でこうタイプが変わりますよっていう、はい、で、まあ、性格気質とかっていうのはこういうところで、はい、今日はタイプは変わらないけど、うん、まあ、変わっているのはその、そう、周りの部分だよ、はい、あとはどこを抽出したかで、うん、そう、はい、なので、まあ、とこうタイプの特定はこの深い部分を探っていきましょうというところですね、はいはい、いかがでしたでしょうか、はい、エニアグラム面白い、面白い、はいはい、ありがとうございました。また何か質問あればどんどんしていただければ、長文を返しますか、はい、今ならまだ全然長文返します、長文返し、こうやって動画撮って返すし全然よろしくお願いします、まだまだね、全然僕はコミュニティ大事なんで、そう、はい、どんどん質問ありがたいですよね、ありがたい、自分も勉強になります、はいはい、気を使わずにどんどん僕が深まる、僕がどんどん意地悪な部分が出てくるので、そう、はい、そう、まあ、こう発表することによってこっちの知識、はい、理解も深まっていくので、はいはい、助かります、はい、はいはい、ありがとうございます、ありがとうございました、はい、チャンネル登録よろしくお願いします、よろしくお願いします、ありがとうございました、はい。